どうもどうもどうも、皆さんこんにちは、キヤキヤです。今回はですね、見てください、もうこれもうネタじゃないっす、ガチっす、ガチっす。もう私ね、ネタとかね、そんなもんね、子供騙しやるつもりありません。もうガチです。編成はこちらです。ガチです、ガチです。そんなね、スケルトントラップに囲まれてペッカが死ぬ、そんなオチ誰が望むんですか。ガチでいきます。ということでいきましょう、しゃこい。ですね、私気づいたんですけれども、タンホール銃無理だなって思ったんですよ。タンホール銃を攻撃しようとしたら、ペッカまずインフェルノタワーでヒーラーの効果が適用しなくなるじゃないですか。なので、今回はタンホール9をね狙っていきたいかなと思います。タンホール9が出るまでですね、これカットしないと多分とてつもなく時間がかかるので、飛ばしまーす。いやいやいや、もうこれでいいでしょ、これでこれでいいでしょ。もう見て見てください、今ね404万7000円で1回外出しにあったんですよ。だから相当検索してるんですよ。でインフェルノタワー外側にあるんで、こっちから攻めれば破壊できるでしょっていう感じで、まずはどうしよう。ですね、ここからキングを流し込んで、キングとアチャクを出します。そしてサイドカットします。サイドカット、そしてキングレベルが低いので先最初の方に打ちます。キングのね特殊効果は10秒なので、なるべく早いうちに打って、まあ、レベルが低いとなるべく早いうちに打った方がいいのかなと思います。あー、スケトラか。まあ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 、まあ、いいんじゃない、いいんじゃないの、いいんじゃないの。よし、まあ、スケトラとか別にどうでもいい。やばいやばいやばい、あちゃくいあちゃくい死んだろ、あちゃくい。もうちょいもうちょいサイドカットしてほしい。よしよしよし、このエリクサーポンプ、よし、オッケーオッケーオッケー。そしてこのラボを、ペッカがターゲット取りなので、まずいきますよ。パン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 、いけ、じゃん、よし、いいぞ。これはこれは勝つだろ、強いだろ、これはこれは強いだろ。あ、やばいやばいやばい、ポイズン、やばい、え、まっ、ペッカ、ペッカどこ、ペッカどこ、あ、いた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 、やばい、ペッカ、ペッカ死ぬ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 、レイジレイジ、ペッカ、よっしゃ、オッケー、ペッカ、ペッカオッケー、ペッカオッケー、いいぞ。まだ、あ、ペッカレイジかかってないっていうね。あ、ペッカじゃないわ、ヒーラーが。よし、いいぞ。お、これはいい、これはいける、これはいける、ガチでいける。行こう行こう、頂点頂点、エリクサーポンプ、よし、レイジだ。あ、ヒーラーにかかるようにしたかったな。強いぞ、これは、これは 50%。 あ、やばい、あ、そっち行くな。あ、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 もうネタじゃないっす、ガチっす。子供騙しやるつもりありません。